インディ・ジョーンズ、若き日の大冒険は、朝日放送制作、テレビ朝日系列にて1993年1月8日から1993年3月26日まで放送された、テレビドラマ。放送時間は毎週金曜日21時 -21、54。インディ・ジョーンズシリーズのスピンオフ作品、ザ・ードベンチャーズ・オブ・ヤング・インディアナ・ジョーンズの日本、ご吹き替え版であり、 未放映エピソードの一部は洋画枠や深夜枠で放映されている。現代のアメリカでおいたインディ・ジョーンズが考古学者になる前の少年時代、青年時代の冒険端を物語るという趣向の作品である。本来歴史教育の教材としてスタートした企画であり、毎回当時の実在の偉人や有名人がゲスト出演しており、エピソード中に何らかの形で、 インディに関わるという流れで制作されていた。1993年にテレビ朝日系列で放映されたものが VHS ビデオ版として発売。VHS ビデオ版は1999年発売されたが内容が大幅に編集、再構成されており、TV 版とはかなり異なる構成であった。特に、老いたインディ・ジョーンズを演じるジョージ・ホールの登場シーンは、 全面カットされていた。英語版の DVD ボックスが発売されているが、2021年現在、日本では未発売。1908年、父・ジョーンズ教授に連れられて、エジプトに向かった幼いインディは、ジャッカルの黄金の闘像と考古学者、ハワード・カーター、トーマス・エドワード・ロレンスが関わる、人生最初の大冒険をした。その後も冒険を続けたインディは、 義業心からメキシコの革命家パンチをビラの革命軍に参加するがメキシコの戦いは自分の戦いではないこと革命が救うべき民衆を苦しめていることに気づいて全ての戦争を終わらせる戦争第一次世界大戦への参加を決意する過酷な戦場でインディは実戦部隊から長報部へと転じある時はシャルルド・ゴールと共に捕虜になったりある時は また針と束の間の恋に落ちたり、ある時は、レーニンの革命組織に潜入したりするが、ついに戦争は終わる。しかし、パリ平和会議に、アーノルド・ジェート・インビーと共に参加したインディは、すべての戦争を終わらせる戦争が、ただの次の戦争の火種作りでしかなかったことを知る。そして革命にも戦争にも冒険にも幻滅した、インディは、シカゴ大学で、 普通の学生になって本格的に考古学を勉強することを決意するが、それでもなおルームメイトのエリオットネスや学士稼ぎのバイトをめぐる冒険の日々は続く。本作はテレビ朝日系列の金曜21時代の枠でのテレビドラマはハングマンゴー号以来となったが、本格的なドラマ枠の再開ではない。これは前年1992年9月まで、 放送されていた素敵にドキュメントが、やらせ疑惑により打ち切られたため、同10月から12月の単発枠、金曜ファミリープレゼントに引き続き、新番組が始まる1993年4月までの一時的なつなぎ、番組として放送されたものが本作である。このため、アメリカ側で制作された全エピソードは放送されて、おらず未放映エピソードも多い。 日本での放送時には序盤にナレーションと資料映像による解説パートが挿入されており21時代の放送時間の差しに合わせて一部のシーンをカット編集したものを放送。また番組の ED には青年インディア役の主演のショーン・パトリック・フラナリーが歌う悪なき挑戦、ジョンソン・ワズ・エース・ノーボール・フー・ラブ・ド・ザ・ビーチも流されていた。あとに アメリカ側で2時間枠で制作放映された第30話にあたるピーコック愛の秘宝が日曜洋画劇場で放映され、後に深夜枠では金曜21時台に放送されたものが再放送された。再放送の際には序盤の解説や資料映像のパートはカットされており、吹き替えで収録済みで未放映エピソードのパリ編も合わせて放送された。詳しくは En, リスト・オブ・ザ・ヤング・インディアナ・ジョーンズ・クロニクルズ・エピソード参照。なお、構成は原稿版のものであり、エピソードが制作順、放映順ではなく作品中の時系列に沿った順番に変更されて再構成され、中には新規作成エピソードや本国での未放映エピソードも含まれている。系列は当時の系列。ありがとうございます。